イーグルスのマウンドには守護神松井裕樹が上がっています。防御率は 0.84、 リーグ2位の12のセーブ。松井裕樹はおととい松田スタジアムのカープ戦で負け投手になっています。今シーズン2球で追い込みました松井裕樹。清水さん、さすがの松井裕樹の投球ですね。やっぱりね、初球のフォークもいい高さでしたし、このまっすぐも強いですよね。あとは、まあ、なんといってもこう1球にかける集中力みたいなも。見逃し三振、先頭バッター大城手が出ませんでした。清水さん、この松井裕樹のストレート、まあ若干甘めには入ってきありませんでした。松井裕樹、一日明けた今日9回のマウンドに上がっています。空振り、スリーボールツーストライクです。この3ボール1ストライクからですが、フォークを投げてきましたね。 いい高さですよね。まあ、でも本当にこう左ピッチャーでね、ここまでフォークを扱うピッチャーっていうのは。落としてきました、空振り三振、2者連続三振できました。松井裕樹、レフトスタンドの楽天ファンからも拍手が送られます。お声、守護神として君臨しているのは松井裕樹、この雄たけびです。空振り、守護神として松井裕樹が君臨しています。空振り、追い込み、空振り三振、一塁転送、ゲームセット、3者連続三振で松井裕樹が締めました。ジャイアンツの連勝は6でストップ。東北楽天ゴールデンイーグルス、3年目のサウスポー早川が4勝目。